はい、どうもジンです。今日なんですけども、今日はですね、とある場所に来てます。はい、とある場所というのはこちらです。チリトマトラーメン3区ね、ラーメン屋さんに来てます。このラーメン屋さんなんかね、すごいのよ。なんかいろいろトライラーメン大賞、東京ラーメンオブザイヤー、もはやね、なんかすごいもんね、なんかすごい賞を取ってます。そして今日はね、なんでラーメン屋なのかっていうとですね、実はここである方と対決します。でね、そのある方っていうのはブレイキングダウンで僕が戦った麺屋横原、あの方とね、今日はこのラーメン屋で完全決着つけたいと思います。はい、次はね、ブーノでも出ないように、決着つけます。じゃあね、あのブレイキングダウンで死闘を繰り広げたあの方、お呼びしたいと思います。お願いします。やってきました。麺屋横原さんです。おはようございます。ご無沙汰です。ブレイキングダウン以来です。はい、その説はどうも。いいえ、こちらこそありがとうございました。あの、いい人すぎちゃって対決がどうとかじゃないのよ今日。なんかもう平和な感じになんかめちゃめちゃ平和っすね。で、今日なんですけど、まあ、あのブレイキングダウンで あの決着をさらに完全決着をつけようってことで。そうですね、ちょっとまあ判定だったんで、そうですね、ちょっと離婚じゃないですけど、はい、まあなんかここで白黒、ここで完全につきたいなと。つけたいなと。うちの方でちょっと企画用意してまして、はい、ラーメンを食べて、うん、その合間に腕立て伏せをする。で、ラーメンをまた食べる、はい、どちらが早くラーメンを食べ終えるか。ちなみに、実は食べる方ってどうなんですか。食べる方はですね、大食いと見せかけてまあまあ小食。え、そうか。下手な女子より食べないです。そんなっすか。はい、でちょっと僕にも勝ち目はありますね。あると思いますけど、多分腕立てで僕はちょっと巻き返してもいいかなと思う。じゃあ僕はすする方でちょっと、はい、見せていかないとですね。はい、じゃあ、麺屋横原さん、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。負けないっす。怖っ。あれ、ブレイキングダウンいつでしたっけ。あれは2月末とかですかね。2月っすね。2月ですね。だからもう2ヶ月…まる2ヶ月近く、2ヶ月近くぐらいもう経ってますね。あ、そんな経つんですね。意外となんか結構つい最近ぐらいな感覚でまだいるんですけど、はい、どうですか、あの戦いの後。戦いの後ですか。あれですね、耳が痛かったです。そのいう話聞くと僕ちょっと人泣かれなくなっちゃって。でもなんか、はい、あのそういうのも込み込みでめちゃめちゃ楽しかったなっていうのはありますね。なんかなかなか普段怪我することなんてないじゃないですか。ですね、ましてこの殴り合いの怪我なんて、はい、なんかそれをあそこでちゃんと覚悟を持って、はい、あそこに入って怪我したっていうのがとてもなんか勲章になったような感じはしますね。どこっすね。もうここにやってます。普通この話しても分かるとめちゃくちゃいい人なんですよ。いい人ほら出過ぎちゃって戦うとかっていうのがあれじゃないんですよね。でもなんか自分もあのジンさんとあの最初審判の方からあの説明を受ける時あったじゃないですか。あの時ちょうどジンさんが隣にいらして、緊張、めちゃめちゃ緊張していて、隣にジンさんいる、いやでもなんかここで話したらいけないなっていうのはあったんですけど、あまりもの緊張にカメラに向かって陣さん、陣さんこんにちはみたいな挨拶しちゃって、したらもうカメラに陣さんがびっくりの笑顔で、はい、ちょっと仲良くなっちゃうと慣れなくなっちゃうねみたいな感じで言ってくださったもんだから、これはもう情を入れるしかない。完全になんか知らずにどっちかがなんかすごい煽り倒してね、よっしゃやるぜとかと、はい、結構やりやすいんですけど、はい、あのお互いなんか情が出ちゃったなんか多分あのリングよりお花畑の方が似合ってたかもしれないですけど、実際あの戦い、はい、動きがなんかやっぱ素人の動きではなかったなっていう、なんか意外となんか自分でも動けてたなって思ったんですけど、僕ずっと剣道はやってたんですよ。あ、剣道なんですね。剣道はやってたんですけど、他の格闘経験も全くなくて、あと僕一回なんかマウントを取った時に僕の足にこうくっついて倒すみたいな。あ、はい、もうちょっとやられてたじゃないですか。あれはあれです、あの高校時代の剣道部の監督が、はい、結構あのその人に対処法みたいな。大ですか。今 P ほぼ P だと思うんですけど大ですか。あの経験が生きましたね。生きました。実際の戦いの後なんかどうでした、反響っていうか。あれですね、
僕の周り結構ジンさんファンが多いんですよ、はい、もう昔からジンさん見てますっていう友達が多くて、はい、ジンさんの動画を見て自分があの YouTube やってるんだっていうのを知られたような感じです、はい、すごい反響はすごかったです。あ、そうなんですね、あのジンさんと戦ったの、怖くなかったの、よくちびなかったねみたいなことすごい言われました。あのすごい自分にとっても、はい、まあそこが天気だったなっていうのは。あ、本当ですか。はい、思います。なんか、ね、お役に立つってよかったなって。ありがたかったです。はい、ということでですね、早速ラーメンが来たんですけども、こちらのラーメン、うん、あの普通のラーメンのカロリーが半分以下でめちゃめちゃヘルシーな素材で作られているという、はい、すごい罪悪感のないラーメン。そうです、もう食べた後に、はい、もう、あ、やっちゃったなーなんて思う。あ、ないっすね。ないっす。これなんかベースはトマト、鶏とトマトですね。鶏とトマト、はい、こうスパイスを加えて奥深い味わいに、はい、奥深い味わい、はい、麺も普通の麺とはちょっと違うんです、ね、これちょっと食べる前に一回麺、これ緑色の麺なんですよね。これなんかあれですよね、スーパーフードみたいなのいっぱい入ってるやつ、ね、はい、そうなんです、モリンガというスーパーフードを練り込んで、はい、あの栄養価の高い麺なんで、あの食べて体が整うラーメン、整うラーメン、はい、整いましたってやつですね。そうですね。これはサウナです。サウナ効果もあるラーメン、いやこれすごいですね。めちゃめちゃヘルシーでサウナ効果のあるラーメン。本当普段食事制限されてる方でも全然食べれるラーメンっていうふうにぜひ教えていただいて。素晴らしい。こんにゃく麺っていうグルテンフリーの麺も用意してたりとかするので、はい、あ、それにも変えられるんですね。変えられますね。じゃあまさに本当僕らちょっと鍛えてるヘルシー志向の人間でも食べられるラーメン。そうです、はい。素晴らしいですね。がっつり食べたくても、はい、なんか食べても太らないって。いや素晴らしいですね。もう見てください、もうお仕事ですか。はい、でも逆にあの横原さんがすげえガリガリとかバキバキだったら逆になんかちょっとラーメン大丈夫かなと思っちゃうんですけどね。そう、まあちょっと見た目から入ろうっていう感じですか。美味しそうなラーメン作りそうだね。めちゃめちゃうまそうですよね。めちゃめちゃ美味しそうだね。任せてください。じゃあ早速、はい、今日はですね、あの横原さんとこれ対決するんですけど、はい、まず10秒間食べ続けてもらって、はい、いいんですか、僕に10秒も与えちゃって大丈夫です。10秒食べてもらって、はい、10秒なくなりそうな気がしてしょうがないですけどね。でこれスープまで多分飲み干すのきついと思うんで、麺と具を10秒カウントダウンしてるんで、終わったら腕立て伏せ、はい、で早く終わった方もすぐ戻ってまた11秒続ける。でも自分でこうタイム、そうですね、おのおのタイマーちょっと押してような感じですかね。はい、やりましょうかね。じゃあ横原さん、はい、いきますか。いきましょう、はっきりさせましょう。負けないですよ、はい。これ負けたらもうラーメン引退ですね。そうっす、あんまりやってないのか。お願いします。はい、はい、で、よーい、はじめ。いただきます。おっこ、うめ、ありがとうございます。やばい、動いてね。
これ何を対決してるんだこれは。結構きつい。体質調査が取ってんだ。やっぱり一口も食えてない。きつい。出ちゃう。わかるか。きつい。きついよりめちゃめちゃシュール。やばいやばいやばい。ぶっちゃけ言っていいですか。はい。普通に美味しく食べたかったです。整いましたか。整いました。サウナ効果もあるラーメンですからねこれ。あったくすもん。小倉さん、ラーメン屋畳んでもらって。そうですね、ちょっと修行を引退して、またちょっとどっかで修行再開するか。いや、大食い企画向いてねえわ俺。大食い早く向いてないわ。でも、何が言ったんですか。結構やばいです。ちなみに、器ある授業なんか無理っすよ、これバチじゃないっすよ。なんか今日、はい、ジンさんとなんか対決するって聞いたんで、さすがにジンさんこれぐらいだったら食えるかなと思って。だってこれ何杯分なんですよこれ。買ってきたんですけど8杯分ぐらいあるじゃないですかこれ。これすごいさっぱりですね。あ、ありがとうございます。まあ、正直僕もうちょっとあっさりな感じだと思ってたんですけど、ヘルシーな割に結構しっかり味が出てて、食べ応えがありますよね。担々麺的な感じが少し、ね、エスニックな感じで、はい、ヘルシーなのにパンチのあるラーメン。そうですよね、はい、だからスパイスがこれ結構強いんですかね。そうですね。でラーメンがスーパーフード入りで罪悪感なく食べるってことで、めちゃめちゃうまいっす。僕のなんか体も喜んでますよ。本当ですか。はい、これ食べた後なんか整いましたって感じ。整いました。整いました。サウナ効果もあるラーメンです。物理的にサウナみたいになってますけど、みたいじゃもう汗だくですね。あのぜひ、こちら下に概要欄貼っておきますんで、トマトラーメンサンクさんね、体に気に使われている方は特に、こちらぜひ来てみてください。はい、ということで、ブレイキングダウンでね、判定でちょっと微妙なあれではあったんですけど、はい、ちょっとこれでもう白黒ついたんじゃないですか。そっす。完全に。いや、ちょっとあれですね、はい、まだついてないと思います。まだついてないですか。今回はジンさんの腕立てっていう100円くらいだったじゃないですか、はい、この後、はい、相撲だったら勝てんじゃないかなと思って。ああ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。ちょっと相撲を、はい、ジンさんに挑みたいなと。なるほどっすね。相撲3本勝負です。相撲3本勝負、はい、いいっすね。1本目、はい、指相撲です。指相撲地味。このでかいガタイした2人で指相撲地味。はい、指相撲です。はい、で、2本目、腕相撲。さすがにちょっと今どんぶり持ってもらったんで、はい、腕疲れてるかなと思いますよ。なるほど。今作戦のうちだったんで。あ、そういう技だった。そうですね。なるほど。まあ腕相撲です。腕相撲。で三番目が押し相撲。押し相撲ですね。はい。ここであの普通の相撲やったらな、怪我人出そう。多分壁が剥がれちゃう。壁がちょっと危ないんで。じゃあこの相撲三番勝負の方で、ね、最終決戦。そこでもう完全決着を。
これ以上もういらないです、はい、これでもうちょっとね完全に参りましたとちょっと言わせますんで続きの動画名横原さんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。Somebody I can call mine. My one time for the one time. I got a girl that compliments my fly. And when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call.